マジック対決をしていきます。彼らの鼻が本当に効くか証明しています。まず使うのはトランプ、このトランプね。で、やることはこの3枚のトランプのキングのカードに、これちょっと今匂いつかないように持ってるんだけど、ちょっと匂いは比較的しないビスケット、これをこのキングのカードに匂いをこうすりつけます。あ、落ちちゃった。こうやってね、匂いをバーって。で、犬だったらこのこすりつけられた匂いが反応するはずだから、カードを当てれるんじゃないかと。それで勝負していこうかなと思います。見破られたら俺の負け、見破られなかったら俺の勝ちで、で、そらちゃんが一番早く反応したやつが選んだカードとします。よし、 OK かな。さあ、マジック対決をしていきましょう。いいですか、そらちゃん。使うカードをもう一回紹介しますね。使うカードはエース、それからキング、それからエース、これを入れますね。そしてこのまま置きます。まだ覚えてますか、そらちゃん。ここから混ぜますね。はいはい。で、ちょっと離しますね。さあ、どれでしょう、当ててください。お、俺の手は匂いますよ、確かに。さあ、そらちゃん、どれ、当てて、鼻使って、探して探して、匂いするでしょどこ行くの、そうちゃん。これは失敗というところですね。正解は右の13が正解でした。帰ってきましたね、正解が出たら。ちょっとね、匂いの強いものにしてみます。このね、ビーフジャーキー系のキューブ型のやつをこすって。ちょっとビスケットだったら、トランプを重ねた時にね、分からなくなったのかもしれないです。一応さっき1番に向かってったんですけど、判定としては×ですね。よし、今度このビーフジャーキーをこすりつけてリベンジです。じゃあリベンジマッチいきますよ、そらちゃん。いいですか、匂いが強くなってますからね、ぜひ止まっててくださいね。いいですか、そらちゃん。また紹介しますよ。1枚目がエースで、2枚目がキングで、3枚目がエース、これを入れて置きます。で、さらにここから混ぜます。さあ、これで分かんなくなったかな、そらちゃんには。匂いで当ててね。どうぞ、そら選手、どうぞ。そら選手、そら選手、そっちは本物があるところです。興味ないか。